特に最後に紹介する習慣は、多くの方が忘れているけど超重要な痩せ習慣になっていきますよ。皆さんが普段よく見ている YouTube や Instagram ってありますか？私も食事や日常の様子を SNS でアップしているんですけれども、私がついついチェックしてしまうのは素敵なモデルさんの投稿です。私はインスタと YouTube が好きなんですけれども、そういったまあ素敵な方のね、あの私生活ってファッションも本当におしゃれで、思わずね真似したいなって思っちゃいますよね。でちなみにこの時ダイエット講師という仕事柄、モデルさんが食べているものや生活習慣が特に気になって見てしまうんですよね。そこで気づいたのは、健康的に体型をキープしているモデルさんたちはやはり食べ過ぎないための習慣が身についているなということでした。そして私も12キロのダイエットに成功した時、その体型をキープし続けている今も、41キロっていうのを8年間ぐらいね、ずっとね同じような体重ね、うろちょろうろちょろしてキープできているんですけれども、私も同じように、習慣にしていることがね、たくさんあるなっていうふうに気づいたんですね。ということで今日は、モデルも推奨、食べ過ぎない7つの習慣でマイナス12キロというテーマでお届けをしてみようかなと思います。この7つの習慣を身につければ、モデル体験も夢ではないかもしれませんよ。特に最後に紹介する習慣、これ多くの方が忘れているけど、超重要な痩せ習慣です。それでは今日のテーマ、行ってみましょう。食べ過ぎない習慣の一つ目です。朝食をしっかり食べる。痩せ体質になるために、大切な習慣は朝食です。皆さん食べられてますかね？1分でも長く寝ていたいから、朝お腹が空いていないから、食事は抜いた方が痩せそうだから、という理由で、食べていない方ね、きっと多いんじゃないかなと思うんですね。過去の私も朝食食べないか、コーヒーとパンだけ、そうすると夜に向かってどんどん食欲っていうのがもう盛り上がっていって、もうなんか爆上げしていって、夕食を食べ過ぎてしまって、翌朝は食欲がなくて、また朝ごはんを食べられないっていうことをね、長年繰り返しておりました。朝食を食べないことで、負のループにハマってしまっていたんですね。加えて過去の私の朝食に不足していたのが、タンパク質でした。なぜタンパク質が必要かというと、タンパク質は代謝維持に重要な筋肉の材料になるだけではなくって、体温を上げて代謝をアップさせる効果もあるからです。加えてタンパク質が足りないと食欲が収まらないとも言われています。なので朝食にタンパク質を食べることは、ダイエットにおいて必要不可欠。私の場合は卵や納豆、ヨーグルトなどを食べることが多いです。朝の忙しい時間にもパッと簡単に食べられるように、卵をゆで卵にして冷蔵庫にストックしておいたり、さっと食べられる豆乳やチーズもストックしておいたり、お米も拳一つ分ぐらい、これを小分けにして冷凍したりとか、結構ね事前の準備っていうのを大切にしてきました。ちなみになぜ朝食にお米を選んでいるのかというと、朝に甘い菓子パンやジュースなどを取って急激に血糖値を上げてしまうと、脂肪を蓄積しやすくなることに加えて、一日中血糖値の乱高下っていうのが起きちゃう可能性があるからです。そうなってくると昼や夜も食欲のコントロールができなくって食べ過ぎちゃうっていうリスクが高まるんです。なので朝食には雑穀米や玄米、オートミールなど GI 値が低い糖質を選ぶことがおすすめです。食べ過ぎない習慣の2つ目です。タンパク質は野菜から食べる。先ほど血糖値が乱高下すると食欲が乱れるっていうふうにお伝えしましたよね。これは血糖値が急激に上がると食欲が刺激されるからです。また血糖値が急上昇すると血糖値を下げるホルモンが大量に分泌されるので、反動で血糖値が今度急降下しちゃいます。そうなってくると体は危険を感じて、また血糖値を上げようとするので、甘いものが欲しくなったり食べ過ぎたりしてしまうんですね。なので食べ過ぎないためには血糖値を急激に上げないことがポイント。そのための工夫として、野菜を先に食べるベジファーストを意識している人も多いと思います。野菜に豊富な食物繊維は血糖値の上昇を抑えて満腹感をアップさせてくれる効果があるので、これは良い食べ方だと思います。加えて私がおすすめするのがタンパク質ファースト。なぜなら野菜を意識するあまり、代謝に欠かせないタンパク質が不足している人も多いからです。またタンパク質を最初に食べることで血糖値の上昇を抑えてくれるホルモンも分泌されるんですね。タンパク質ファーストの効果については、こちらの動画も参考にしてみてください。
概要欄にも貼っておくんですけれども、ダイエット講師が教える最も痩せる食べ方を教えますという動画です。はい、では食べ過ぎない習慣の3つ目です。毎日決まった時間に食べる。体には体内時計が備わっているということを聞いたことがあると思います。そしてこの体内時計は規則正しい生活っていうのが大好きなんですね。なので毎日同じ時間に食事をとると体内時計が正常に動いて、食前になると消化器官が準備しだすので消化吸収力が高まって痩せやすくなるんです。反対に食事の時間が不規則になると消化酵素の分泌量っていうのが安定しなくなって胃腸にダメージを与えちゃうっていう可能性があるんです。なので腸内環境を整えてデトックス力を高めるためにも決まった時間に食べるっていうことがおすすめ。こうやって腸内環境が悪化するとホルモンが上手に作れずにメンタルや食欲が不安定になって暴食するリスクも高まると言われています。ちなみに食事の時間がずれてしまった場合でも2時間以内に調節することで消化活動のリズムが整うと言われています。私の場合は朝は7時、昼は12時から13時、夜は18時から19時など、大体毎日同じ時間に食べるようになって、食べ過ぎっていうのがなくなって、安定して体重っていうのが減っていきました。食べ過ぎない習慣の4つ目です。よく噛んでゆっくり食べる。食事はよく噛んで食べましょうというのは、小さい頃からね、何度も聞いてきたと思うんですが、これは健康だけではなくてね、やっぱりね、ダイエットのためにもね、めちゃくちゃ重要なポイントなんです。特に肉とかね、本当にめっちゃよく噛んで食べた方がいいです。なぜなら、唾液にはアミラーゼという消化酵素が入っているので、よく噛むことで食べ物の消化を助けてくれるからです。なので消化に負担がかかっちゃうものほど、よく噛んでください。加えて唾液に含まれるアミラーゼは糖質をブドウ糖に分解することで血糖値を上げて満腹中枢っていうのを刺激してくれるんですね。こうして満腹中枢が刺激されると食べるのをやめなさいという指令も出してくれるんです。しかし胃に食べ物が入って血糖値が上がったという刺激が満腹中枢に伝わるまで大体15分から20分かかると言われています。なのでよく噛まずに早食いをしちゃうと満腹中枢が刺激される前に食べ過ぎちゃうので太りやすくなってしまうんですね。このように満腹中枢を早く刺激して満腹感を得るためにもやっぱりよく噛んでしっかりもう唾液出してゆっくり食べることが痩せやすくなるためのコツです。食べ過ぎない習慣の5つ目です。食事に集中する。皆さんは食事の時テレビやスマホパソコンを見ながら食べていませんか？はい、結構やっちゃいます今でも。実はこれも食べ過ぎてしまう原因なんです。なぜかっていうと、こうしたながら食べっていうのは何をどれぐらい食べたかっていうのがわからなくなって食べ過ぎちゃうっていうリスクが高まるからです。というのもスマホやパソコンに意識が向きすぎると脳は食事をしているっていう感覚がなくなってしまうとも言われているんですね。そうなってくるとたとえ血糖値が上がったとしても脳は食べている感覚がなかったらどうですか？食べたものや量を把握できなくなっちゃいますよね。そのため食べ過ぎを防ぐためには食事に集中することがめちゃくちゃ大事です。食事を用意したら自分が食べるものを目でまずしっかりね、今からこれを食べるんだっていうのを確認してからよく味わって食べてみてください。食べる内容や量っていうのはもちろん大切ですが、目の前にあるものを食べきったということが満足感を高めてくれるっていうふうにも言われています。お気に入りのお皿やお箸、まあ、ランチョンマットを揃えるなど、さらに食事の満足度を高めるための工夫っていうのも食べ過ぎ予防としてめちゃくちゃおすすめです。食べ過ぎない習慣の6つ目です。器を小さくする。皆さんは大皿料理を食べていて、ついつい食べ過ぎちゃったっていう経験ありませんか？先ほどもお話ししたように、私たちっていうのは目の前にある量を食べきることで満足感を得られるんですね。ところが大皿から少しずつ少しずつね、取って食べていると、自分がどれだけ食べたかっていうのが把握できずに食べ過ぎてしまうっていうケースが多いんです。なので私が主催するダイエット講座は、まずはじめに器決めましょうっていうふうにお伝えしています。器を決めることで、自分が食べる量を把握できるだけではなくって、食事のバランスっていうのも整いやすくなるんですね。ちなみにこの時大きい器を用意してしまうと、人は空間を埋めようとしてたくさんの量をね、よそってしまいやすいです。こうやってお腹いっぱいと感じても、あと一口、二口だけだからって食べてしまうと思うんです。このように残すってね、結構難しいです。
私もあればあるだけね、食べます。残すってあんまできない。だからこそ器を決めて、その器に合わせた量を食べる。これめっちゃおすすめなんです。大きい器では、なんかこう器の中で埋まってないと少ししか食べてないっていう風に脳が判断して食べたいなって思っちゃう可能性も出てきます。簡単に器を一回り小さくすることで、同じ量でも器にこんもりとね、こう盛られていると、同じ量でも脳がたくさん食べた満足感を感じることができるので、食べ過ぎを防ぐことにつながっていきます。食べ過ぎない習慣の7つ目です。楽しんで食べる。ダイエット中に甘いものを食べたり、外食に行ったりお酒を飲んだりすると、また太ってしまうと、ストレスや罪悪感を感じてしまうっていうことはないですか？実はこれも食べ過ぎない、痩せられない原因なんです。なんでかっていうと、ストレスを感じると、コルチゾールっていうホルモンが出て、食欲が乱れたり、体脂が下がったり、血糖値が下がりにくくなったり、脂肪細胞を増やそうとする、まあ、そういった作用っていうのが働くんですね。なので、このコルチゾールを出さないためには、楽しんで食べることがね、大切なんです。楽しんで食べると満足感も得られやすくなるので、かえって食べ過ぎを防いでくれる場合も多いです。普段栄養バランスが整った食事を食べていれば、まあ一回の食事で激太りするっていうことはないです。ただ普段から栄養バランスを考えた食事をしていなければ、当然痩せることは難しいですし、体型を痩せたままをキープするっていうことはもっと難しくなっていきます。なので、お菓子、お酒、外食を楽しんだ後は、また切り替えて元の栄養バランスを考えた食事に私たちはね、戻していきましょう。インスタの方でも実際私が食べたものとか結構リアルタイムに更新しているので、まあ、そちらの方も参考にしていただけると嬉しいです。今日ご紹介した習慣は、まあ、一気に全てチャレンジするよりも、できそうと思ったことからね、取り組んでいただけたら嬉しいです。では、チャンネル登録と高評価、どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、松田りゅうでした。今日もごちそうさまでした。バイバーイ。